阿波踊りで表現するということについてお願いします。今世界で起こっている問題って多くは分断が生まれているものだと思うんですよ。例えば宗教とか国籍、人種的な問題ですとか、そうですね。宗教、哲学、政治みたいないろんなもの、イデオロギーの問題とかって、基本的には、イエスかノーかみたいなもので、イエスかノーか、あなたはどっちなのかってことを問われるもの。で、それによって、ものすごく自分が、どちらかに所属しないといけない錯覚を起きてしまうようなものが多いんですけど、阿波踊りとかがいいのは何かっていうと、この対立関係があるとか分断されているところの隙間に入り込んで、あなたもあなたも一緒に踊ろうよ。もう言い方あれですけど、もう難しいことはとりあえず置いといて踊ったら楽しいよっていうもので、この接着剤みたいになれるのが踊りだと思うんですよ。で、実際問題、僕らはキリスト教の国に行って踊ることもあれば、その次の時にイスラム教徒のところに行って踊ることもある。で、もちろんヒンドゥー教とかの国もあるし、仏教もあるし、で、いろんな宗教の人たち、いろんな国籍の人たちと踊ったり、で、もっと言うと、この、同じエキスポとか同じフェスティバルにいろんな人種の人が集まっていて、普通であれば交わらないんだけど、一緒に踊らせたらみんなが楽しめるっていう経験も、実際に僕がなんか自分の目でそれを見てて、これってなかなか今当たり前のようにやってるけど、すごいことだなって思うんですよね。だからその僕らがやっている踊りの価値とかっていうのはそういうところにあるんじゃないかと。うん。隙間に入り込んでつなげる役目だと自分では思ってますね。それは私にはすごい新しい発見です。でもそれはなんかはい、ごめんなさい、どうぞどうぞ。いやいや、このビデオを見てくださる方も同じように新しい視点だと思ってくれると思います。なんか今中国の問題とかってすごく大変だと思うんですけど、以前北京に僕らツアーで行ったことがあったんですね。で、それで呼んでくれた方が勝さんっていう中国人の方だったんですけど、日本でビジネスをされてる方で、その方がどうしても宝船に踊りに来てほしいと言ってくださったんですよ。で、その時に、ちょうど当時は2017年だったかな？当時、中国の百貨店が襲撃されるっていう事件があったんですね。日本のデパートとかが襲われてるというニュースを僕らは見てて、ちょっと怖いからツアーで行くのかな、どうしようかなって悩んでたんですよ。だけど、これも経験だと思って行ってみたら、ものすごく歓迎していただいたんですね。で、その時に、なんで宝船を呼んだかということを、呼んでくださった勝さんが僕にしてくれたことがあったんですね。それはなぜかというと、今、政治的に見たら、反日って呼ばれたりとかして、中国の人は日本を嫌ってる。そして日本人はもしかしたら中国も嫌ってるかもしれない。っていう風にメディアで取り上げられる、報道で取り上げられる。それが SNS でも議論されてる。でも民間レベルで言ったら、僕らは日本食が大好きだし、日本の文化大好きだし、一番の取引先はビジネス的にも最もいいお客さんは日本のお客さんなんだと。で、ここで、政治が分断してるからといって、日本の人と分断しちゃうと、僕らは中国の人たちはみんな日本で、日本人に商品を買ってもらったりしているので、成り立たないと。で、民間レベルでは本当はどうやって仲良くすればいいのかばっかりを考えてるって言ってくださったんですよ。で、そんな時に、なんであなたたちを北京で踊ってもらったかというと、一番、私たちが望んでるのは、実際に日本人のかっこいい踊りを見てもらって、うわーかっこいい、日本人ってこんなに素敵なんだって思ってもらうこと。そうすると、次に報道を見たり、次に何か日本のニュースを見たときに、でも、踊りでかっこいい人たちもいて、すごく優しい人たちだったよって、心では記憶してると。だから、実はエンターテインメントみたいなものを中国にたくさん持ってきたいんだということをすごく力説してもらって、
僕はその時に、あ、北京に行ってよかったな、僕来なかったら分かんなこと、こといっぱいあったなってすごい思ったんですよね。うん、だから僕も中華料理大好きだし、美味しいものいっぱいあるし、そして万里の長城とかみたいなこと、ところに行って、美しい景色もいっぱい見たし、もちろん日本のことを、もしかしたらネガティブに思っている人もいっぱいいるけど、そういうわけじゃなくて、あの、日本人ですか、私日本のアニメが大好きなんですっていう中国人だっていっぱいいるってことを目の当たりにして、やっぱりその民族とか、イデオロギーで全て縦に切っちゃって分断するとかではなくて、踊りによってつなげるっていう価値を、まあ、中国の人たちに教えてもらったなって思ってますね。うん。うわ、感動して聞いてしまいました。いえいえ。あの、自分にとっての観客について伺っていいですか？ね、やっぱお客さんって個人的にいろんな場所で踊っているんですけど、国によってマナーだったりとか、どういうふうに感情を表に出すかっていうのは、国それぞれ、文化それぞれなんですね。例えば最後までは黙って聞きなさい、それがエチケットですっていう国もあれば、一緒にもうなんか膝を鳴らしたり手を叩いたり、ある意味やかましく応援してくれるっていうことがマナーだったりする国があったり、一緒に踊ったり、いや、実、あの、静かに見ていたり、いろいろなんですけど、なんか僕が海外で踊って思ったのが、お客さんって、元はといえばすごく本能で言ったら同じなんて思ったんですよ。全員心臓の鼓動を毎日聞いてるように、リズムを聞くとワクワクするとか脈拍が上がるっていうのも一緒だし、嬉しい時にはどんな民族であれ笑顔になっちゃうとか、なんかわかんないけど嬉しい時ってこれ手を叩いちゃうとか、なんかそういう本能で言ったらお客さんってみんな同じで、ある意味自分のあの、合わせ鏡のような感じで、僕らの本当のパフォーマンスを素直に表現してくれてるんだなって、お客さんはなんかそういう目で、自分の評価っていうとちょっとなんか違いますけど、なんか、自分へのフィードバックというか、素直な反応としてお客さんってのは本当に大事な人たちだなって思うんですよね。で、なんかそういう人たちが見てくれることによって、なんか、まあ、ハワイのさっきの話じゃないですけど、元気が出ましたとか、私もちょっとなんか踊って、くよくよしてたのがバカらしくなりましたとか、そういうふうに前向きになってもらえたらいいなって思ってます。うん。なるほど。ジャパニーズロッカー世界を渡る。そうですね。うん。でもなんか僕らの青でって本当に確かに、マキコさんがおっしゃるように、なんかロックですね、パンクですねって言われることとかも結構多いですね。あ、そう。確かに。うん。うん、多いですね。じゃあ、次に行きますね。はい。今までの辛かったことを教えてください。一番辛いのは、仲間が離れることですかね。これはもしかしたら、起業したことあるとか組織を運営したことある人だったらみんなそうかもしれないんですけど、本当にやっぱりチームを作るって恋人を作るとか結婚するみたいな気持ちで一緒にやらないといいものって作れないわけですよ。で、その時にやっぱり意思疎通もするし、ツアーだったら本当寝食ともにツアーを一緒に回ってったりとか、もちろん部屋は別だとしても、まあ、男性も女性も関係なく一緒にツアーを回っていかなきゃいけない。移動も一緒。もう本当に、いつでも一緒にいるみたいなメンバーがいっぱいいるわけですね。で、その時に自分の価値観を合わせたりとか、ある意味その摩擦があっても恐れずに自分の意見を言ったりする。それでだんだん絆が深まっていくんですけど、何かのボタンの掛け違いとか、お互いにちょっとしたことで、仲間がまあ過去にいっぱい離れていくことがあるわけですね。で、そのたんびになんか胸が裂かれそうな気持ちになるというか、自分はこれで正しかったのかなとか、なんかもうちょっとかけてあげられる言葉なかったのかなとか、なんかいろんなことをやっぱずっとループして考えてしまうっていうのがありますね。そのたんびに自分も成長はしてると思うんですけど、仲間が離れるっていうのはやっぱり未だに辛いことですよね。なるほど。仲間もお客さんも米澤さんにとってはすごい
何かの結びつきであってかけがえのないもんなんですね。そうですね。そうで、さっきのお客さんの話にもちょっと戻りますけど、やっぱお客さんという人格はないんですよね。やっぱ一人一人に歴史があるし経験があるし、一人一人にあの感情があるので、なんかやっぱりその僕らがステージに立った時に一人格としてなるべく見ないようにするっていうのは大事にしているところで、 MC でステージの上で僕 MC 担当でよく喋るんですけど、本当にあのパリのジャパンエキスポだったら1万5000人ぐらいのところとかでも喋ったりするんですけど、そういうところだと拍手が見えて顔も見えないと一つの人格だと錯覚しちゃうんですけど、その時にみんな元気とかどっから来たのとかバーって何も聞こえないんだけど、ちゃんと一人に向けて喋ってんだよとか、そこにいる人元気、後ろ見えてますかとか、そういう風にちゃんとそこに人間がいるっていうのをなるべく忘れないように語ろうって常に思ってるようにはしてます。うん、メンバーも一緒ですね。やっぱその人に何か言ってあげられる言葉はなかったかなって常に考えてしまうっていうのがありますね。だから伝わるんですね。自分の喜びとしての阿波踊りを踊るっていうことについてお願いします。うん、ですね、僕阿波踊りずっとやってきて、まあある意味最初はお客さんに見てもらうっていう承認的なことで、承認欲求的なことで褒めてもらってうまいねって言われるのが楽しいみたいな、リズムに乗って楽しいっていうのがちょっとあったんですけど、それ以来20何年間ずっと踊ってきても本当に楽しかったのって3回ぐらいしかないんですよ。なんか本当に楽しいなと思ったのって3回ぐらいしかなくて、やっぱりメンバーのことも考えなきゃいけないし、本番でクライアントさんというか、あのイベントの人が喜んでるのかな、お客さんはどんな顔でしてるのかなって常に考えてしまうんで、自分に集中できなかったりするので、本当に楽しいと思えるのって振り返ると3回ぐらいなんですけど、この時にどんな時に自分が本当に楽しかったかっていうと、自分が消える瞬間があるんですよね。踊ってると、無我夢中で踊ってると、今ここに自分の自我が消えるっていう瞬間があって、それは多分スポーツ選手がゾーンって言ったりすると思うんですけど、なんかふと体が勝手に動いてるような状況になって、我を忘れていつの間にか時間が過ぎて、ふっと振り返った時に、あ、こんな踊ってきたんだ、なんか今俺無我夢中だったわっていう瞬間が、まあ、過去に3回ぐらいだけあるんですよね。一定の興奮の極度の興奮だったのかもしれないですけど、アドレナリンが出すぎちゃって、で疲れないし、どんだけ踊っても大丈夫だし、その時には自分じゃないみたいに体が動くって瞬間があって、そのゾーンみたいなところに入った時にはすごく楽しいんですよね。っていう経験がありますね。そう、トランス状態みたいな感じですね。でそういう時は決まって夢中なんだけれども、俯瞰した自分もいるような感じで冷静でもあるんですよね。なんか今俺夢中になれてるっていう風に自分でわかるような、なんか不思議なふわふわした気持ちになるというか、うん、そういう時はすごい楽しいですよね。それが3回今まで3回ぐらい本当で、一番最後にそれを自覚したのが3月にコロナ直前に行ってた中米ツアーのメキシコのカーニバルに参加した時だったんですよね。その時に初めて楽しかったんですよ。わ、なんか楽しいと思って、お客さんの反応もあったかもしれないですけど、距離がめちゃくちゃ長くて10キロ踊るっていうカーニバルだったんですね。で、普通の人たちは、このカーニバルって、このね、出しみたいな、エレクトリカルパレードみたいな、この車に乗って手を振ったりとかしながら進んでいったりするんですけど、僕らは踊りだったんで、10キロ踊るなんてことは、今までなかったんですよ。休憩しながらじゃなくて、本当に1本で10分回るってこと、10キロ回るっていうのがなかったんですけど、その時に、1キロ2キロぐらいでもう限界来ちゃうんですよね。で、残り7キロとか8キロどうしようかなって思うと、なんかクタクタになって、その先に行くと、なんかマラソンとかもそうかもしれないんですけど、なんか楽しくなってきちゃって、なんか今俺疲れなくなっちゃったみたいな、極限まで行くとそういう時期に入ってきて、トランス状態になって、なんか発動しましたね。楽しさが。バーンと。今楽しいみたいな。もしかしたら本当に限界までやんないとそこにたどり着けないのかもしれないなって思いました。それ何時間ぐらいかかったんですか、その10キロ。
3時間ぐらいかな、3、4時間だと思いますね。うん、それも泊まる時間がないんですよね。一応泊まってもいいよって言われてるんですけど、お客さんがいるから泊まれない状態でやってたんですけど、うん、そんな感じ。3時間半ぐらいだと思いますね。うん、母の阿波踊りずっとっていうのはすごい。そうなんですよ。で、本当にやりすぎちゃうと、メキシコってめちゃくちゃ暑いので、熱中症とかにもなっちゃうので、ずっとパフォーマンスはしてるんですけど、太鼓を交換したりとか、今度叩くとか、そういうやり方でちょっとずつ、その、限界来た人は交換してたんですけど、それでも、うん、ある意味叩いても踊っても、どちらにせよノンストップでやり続けてたんですよね。うん。すごいパワーですね。限界です。でも楽しかったです。うん。阿波踊りを踊るということができなくなるということは、はい、自分にとってどういうことか。多分これって2パターンいると思っていて、一つはもう踊ることは生きることだから、踊れなくなったらもう死んでるのと一緒だって思うようなタイプの人もいると思うんですよ。だから例えばミュージシャンで言うと、今野清志郎さんは喉頭がんだけど声帯を切らなかったと。だから最後まで歌い続けて癌で亡くなったっていう生き様もすごくかっこいいと思うし、一方で歌えなくなってもつんくさんは声帯を取って今プロデュースをして、自分のプロデュースしたグループが未だにバリバリ活躍していて、自分は裏方に回ってもそれに喜びを感じてるっていうつんくさんみたいな生き方もあって、これどちらも正解だと思うんですけど、僕は実は踊れなくなった時に僕の代わりにでも自分のメンバーが踊ってくれてるのを見るっていうこともそれは一つの楽しみになれると思ってて、それは運営もやってるからってこともあるかもしれないですけど、むしろ後継者を育てたいとか、自分たちに影響を受けたアーティストが増えてくる、踊り手が増えてくるとか、そういう自分が踊らない時に世界が少しでも自分の影響で阿波踊りを好きな人が増えてるっていう状態を見たいなとも思ってるんですよね、僕のタイプは。うん。だから踊れなくなるっていう、その踊りっていう肉体的な踊りっていうことがたとえできなくなったとしても、未来は実はまだまだ楽しいなって僕は思ってますね。もちろん踊れる時間はずっと踊りたいですけど、そういうふうに踊らなくても楽しみはたくさんあるって思ってますね。うん、いいですね。はい。自分の生活との位置関係教えてください。踊りと生活ってことですか？僕はもうプライベートとか仕事ってことを割り切れないタイプで、いつでも同じなんですよね。例えばこの取材をこうやってインタビューをさせてもらってるのも、まあ、ある意味仕事だと僕は、仕事っていうか、いい意味での仕事だと思ってるし、踊ることも仕事だと思ってるし、映画とか音楽をインプットするっていうのもある意味仕事だと思ってると。で、逆に言うと、悪い意味でのやらされてるとか仕事が嫌だなっていう意味での、多くの人が言う仕事っていう概念で、阿波踊りもやってないというか、なんか阿波踊りもワクワクしながらやってるので、なんか家族と過ごすのも阿波踊り踊るのも、すごく近い、同じ、ほとんど、ほぼ同じような感覚で、もっと面白いことないかな、もっと楽しいことないかなって言いながら、いろんな人とコミュニケーションを取ったり、踊りに行ったりとかをしているような感覚ですね。うん。なるほど。じゃあ、毎日生活楽しんでますね。そうですね。僕は結構楽しいことを毎日やってるようなタイプですね。うん。オンとオフとかないですね。あ、そうなんだ。うん。オンとオフとかはないんですけど、家に帰るとなんか子供がいるので、お父さんとしての役割としての自分が出てくるんですよね。自然と父親としての自分が出てくるとか、寝る前はこんな自分が出てくるなとか、メンバーといる時にとか、お客さんの前に立つとこんな自分がポンと出てくるなっていう、僕がコントロールしてない人格が出てくるような感覚はあるんですけど、それはなんかオンとオフってよりは自分の中にもいろんな人の中で新しい自分がいるっていうような感覚でやってるんですよね。へー。うん。それ面白いな。そう。だからやっぱり、何か
指導しなきゃいけない時には厳しい自分も出てくるし、家族では家族に見せないし、家族にしか見せない顔もあるかもしれないし、うん、なんかいろんな自分が出てくるっていうような感覚ですね。それは自分で意識してるわけですね。意識してるものと、外から、いろんな人から指摘されて気づくこともありますね。例えば、奥さんといるときって、すごく打たれ弱いよね、みたいなとか、とか、例えば、今のは、まあ、半分冗談ですけど、そういう奥さんといるときにしか出さない自分の部分とかもあるかもしれないし、メンバーにしか出さない自分もいるかもしれないし、やっぱ本当自分っていう感覚が凝り固まってるっていうよりは、もっと柔らかいものだったなって思ってます。うん、